こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。不用品が小学生の夏休み工作で大人気。不用品処分しないで転売すればお金を稼ぐことができますよ。というテーマについてお伝えします。それでは早速行ってみましょう。はい。この動画でですね、いらないね、不用品を処分しないで売れることによってですね、お金になります。ぜひね、非常にお得なのでぜひ紹介させていただきます。はい。こちらですね。はい。このペットボトルなんですね。はい。で、ペットボトルなんですけど、ただ1つとかじゃなくてね、こう80個ってあるんですけど、大量に売ることによってですね、お金になりますね。はい。で、これですね、どういったふうに使うかと言いますと、工作って書いてあるんですけども、例えばですね、小学生の夏休み工作ですとか、大人のね、自分で家でね、工作するときに、物を変えて、こういったね、スイーツマグネットとかあるんですけど、こういったのにね、変えたりね、することができます。はい。なので、ぜひね、こちらの方ですね、すごい、人気ありますので、ぜひね、ペットボトルのキャップとかね、お金になります。あとですね、色違いで、例えば、グリーンとかね、特殊な色っていうかね、そういったのをね、まとめて言っていただければね、300円以上高く売れます。はい。ぜひね、捨てないで売っていただければ簡単になりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。チャンネル登録、お願いします。あとですね、何質問等ありましたら、ライト登録後によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。